最初の音は7からです。7、7、8と続きます。旋律を覚えやすくするために歌いながら弾きます。数字の通りの弦名を歌いながら弾きましょう。それでは弾いてみましょう。7、7、8。もう一度弾いてみましょう。7、7、7、8、それでは2回続けて弾きましょう。7、7、7、8、それ7、7、7、8、それここで桜桜の楽譜を見てみましょう。これが琴の楽譜です。桜桜は隣の弦を弾くと旋律になるため、琴の演奏が初めてでも習得しやすい曲です。4拍で1小節になっています。大きく分けて3種類のフレーズが繰り返される構成ですので、覚えやすい曲です。では楽譜に合わせて演奏します。7、7、7、8、それ7、7、7、8、それ7、7、7、8、それ